ちは、モナプレスチャンネルです。今回は劇団モナロミオ&ジュリエットの稽古現場に来ております。今回はどのチームですか？はい、今回はクイーンチームの、はい、主演のお二人にいろいろ聞いていきたいと思います。行ってきましょう。行ってきましょう。それでは何が来てるかな、行ってきます。よろしくお願いします。今回は、はい、劇団モナロミオ&ジュリエットの、はい、クイーンチームの主演のお二人に来ていただいてます。よろしくお願いします。では、はい、早速なんですけれども、早速ですね。公演もね、マジックでもう稽古も、もう詰め詰めでだいぶ仕上げていってもらってるかなと思うんですけれども、はい、まあ、クイーンチームということで、他のチームの、うん、こう違うところというか、なるほど、こうクイーンチームならではのこう特徴というか教えていただけますでしょうか？教えていただけますどうぞ。らしい、ね、はい、なんやろ、そのテーマというか、僕たちその2人のこの、関係性だったりとか、うん、キャラクターですごい大事にしているのは、そのまっすぐさというか、うんうんうん、なんかすごいこう何に対してもまっすぐで、裏表とかもないよ、なんかほんまに、なんやろな、まっすぐなことをすごく意識はしてて、だからその恋愛の仕方だったり、やったりもそうやけど、もちろんその周りの人との関わり方とかっていうのもすごい、そのまっすぐさっていうのを意識はしてて、やっぱりまあその愛っていうテーマなんで、なかなかね、僕たちもまだまだそんな、緊張ですから、緊張なので、なかなかその愛っていうのをその 100% こういうものだっていうのを伝えるっていうのは、なかなか説得力もね、実際まだそんなにこう持ってできるわけじゃないやろなって思ったんで、なんかその一緒に見てくれた人と、何かこう僕たちもこの作品を通して、その愛っていうのがどういうものなのかとか、なんかそういうものを探していけたらなっていうので、やらせてもらってます。はい、はい、やらせてもらってます。ふたさんどうですか？はい、その通りでございますなんか二人はその稽古中どういう風な、こう、なんていうの、意見合わせというか、二人でしゃべったりする？あ、全然、はい、そうですね、基本的には。まあ、なんかお互いあんまりその喋ってっていうより、やらない、そう、やらないとっていうのがタイプなんで。じゃあしっかり話したっていうより、やりながら回していくっていう、が多いですね。静かやね、基本。多分他のチームより静かなんじゃないかな。その、うわぁ、これこうやろう、こうやってこうやろう、こうやろう、こう、あ、それいいか、こうやろう、こうやろうみたいなのはあんまりない。どんな感じなんですか？逆にほんまになんかそのシーンをこうやってみようか、で、やりながら、あ、こうこうしようか、あ、そうしようしようか、で、そのやってやってやってって感じか。じゃあそれぞれが意見をぶつけ合うとかっていうスタイルではなく、割とお互いが納得し、そうですね、うん、一緒に作っていってる感じ。いいんちゃう？やってみて違う方は違うし、そうそうそう、さっきのまっすぐさっていうのも、なんかめっちゃ聞いてて、あ、分かると思って、なんか2人の性格のなんかめっちゃまっすぐなの分かるなと思ったんですけど、なんかそのまっすぐさをこう出すときに、なんか気をつけることとかってなんかあったりしますか？まっすぐさを出すときに気をつけること、うん、まっすぐさを出すときに気をつけること、うんうん、どういうところでこう、まあ、そのまっすぐさを表現、あ、でもその多分ロミオも一緒で、ロミオからこれはなんか言われたんやけど、なんかその台本のなんかセリフがあるじゃないですか。その通りに感情をこう入れていくと、結構まっすぐに伝わったりとか、そのセリフがストレートに伝わったりするかなっていうのは思ってやってますね。遠回りはあんまりね。そうやね。なんか無駄なも無駄なもの感じ。確かにそれはあるかも。なんかあんまりその感情のこう言ってるけど、心の中では逆の感情があるみたいなのを極力なくしてる。そのままだから逆に言うと、喜怒哀楽もめっちゃすごい激しいし、うん、っていう感じですかね。うんうん、なんかお互いのここ意外やなみたいな。意外、はい、役を通してとか、こう2人でこういう風に期間で関わっていく中で、うん、
なんか最初はなんか演技で舞台でこう一緒になったことがはいはい初めてです。あ、違うわ。あったわ。ラスメだったけど、そんなになんかガッツリ結構してたわけじゃないから、はい、あの正直なんかめっちゃビシバシ言ってくるのかなって思ってその髪役の時めちゃめちゃ怖い本当に私チームだったから、うん、でも意外にその何喋、うん、らへんいやでもほんま一番何も言わないと思う、でもなんかそのタイミングを見て言ってくれたりするときはあるけど、なんかそこが結構なんか意外でした、私の中では。逆に気になる何やろ意外だったなとか。あでも意外、まあ意外、まあ意外、いや意外と意外なんですけど、その結構演技とかこのお芝居とかに関してやり方というか、なんかその取り組み方というか、なんかちょっと似てるなって思う感じがすごい共通点がある、うん、なんかその、うん、似たやり方というかでやってるような感じをすごい感じる感じますね。やってすり合わせていくみたいな。そうですね、なんか、うん、そのお芝居のやり方自体もなんか、うん、稽古の仕方とかもしれないけど、うん、お芝居自体のやり方もなんかちょっと似てるんかなっていうのは感じますね。なるほど。すごいやりやすいです、だから。でも、うん、2人のなんかトーンがテンションが同じ感じ。なんか似てる。似てるオーラが。なんかその別のキャストさんとのこう関わり方はどういう風にやってますか？はいはいはい、まあ、うん、どうやろう。まあでもそこまで。ここ2人でやってるほどはやっぱりまあどうしてもね3チームあるんで、ここでやってるほどはちょっとまだできてはないっていうのは実際はあるんですけど、まあでもね安心しきってるんですけど、こういう風なこう色を出していきたい、クイーンならではのここっていうここは違うんじゃないかなっていう決定的なものとかありますか？ここは、うん、違う。リピートしましたね。すみません。もう一回リピートさせてもらいました。あれテーマはまっすぐっていう、うん。なんかでもすごい俺ら逆にこう、うん、ちょっとエゴかもしれないんですけど、うん、すごいなんか自分たち二人を、うん、あの偶像化というか、うん、この舞台の中でも、うん、この二人がちょっと浮いた存在に見えるぐらい。うんなんか、まあ、良くも悪くもかもしれないんですけど、うんうんうん、すごい目立つような演出は周りのキャストとの絡み方でも考えてはいて、めっちゃ楽しみ、うん、なんかその同じ空間でこうお芝居をしてるのに違う、2人だけの空間が見えるようなのをその頑張ってね、ちょっと2人で相談しながら、みんなとも相談しながら、もうじゃあ釘付けですね、観客は。そうなっちゃいますかね、やっぱりやっちゃうかも。俺たちを見ろ見ろ。やっちゃうかも。それはいいな、確かに。なるほど。なんか普段何の話してるのかなっていう。なんかそこであんまり喋らないってことは。普段は。何の話してるの？まあでも、今はやっぱりこれの話がほとんどはほとんどですね。やっぱどうしても。まあ、あとはそのお互い僕グランツやったりフリージアだったりするんで、まあ、その辺のあそう結構相談したいね、その歌のこととか、あそうそうそう先輩ですからじゃあこう舞台以外のところはそういうね話で、うん、まあね、僕ここをロミジュリを出れば、まあね、またこう戦友として仲間としてじゃあなんかこう稽古をやっていく中での、はいはい、なんかこういうエピソードみたいな、なんかこういう印象的に残ってることってありますか？あでも今回その、まあ、裏話っていうあれでもないかもしれないですけど、うん、あの個人的にずっと言ってるんですけど、うん、あの父親モンタギュ、うん、ヒデ兄がもうめっちゃいいわっていうのを、まあ、個人的には、うん、あの今回ヒデ兄と、うん、翔くんとフミヤス、この3人が俺はもうなんか、ずっと思ってるなっていうことですね。ひでにぃにはあの、うんうん、会うたんびに帰るたんびに、うん、いいっすね。それに対して
で向こうの反応はどうなの？ありがとう。これがもうあの毎回毎回毎回ずっと同じやり取りをしてますね。それぐらいなんか初ね初のメンバーもすごいあのバッチリ仕上げてくれてるんで、めっちゃ楽しいですね。最高です。なんか思い出せました。結構喋ってね、今時間作って。すごいね。全然聞いてた今。すごい。やっぱりすごい。見てるだけで。考えてもらわない。その間にね。何やろう。ね。あ、でもそのあの通すのが何回もこうできるわけじゃないんやけど、そのやっぱり最初から、やっぱ絡む人が結構同じ舞台に立ったことがある人やったりとか、あのしてたからすごい。なんかやりやすい、最初からすごい演技がしやすかったっていうのはありますね。じゃあ周りのみんなの雰囲気ももうめちゃめちゃよく見えます。見てほしいシーンだらけ。あ、ほんまにね、ほんまに言いたい、今言いたい、それダメです。ほんまになんか言うてまいりたい。全然ダメですよ。まあ、なんかみんなすごいいい雰囲気で、最高みんなってずっと思ってます。ここ一番見てほしいみたいな、ちょっとここ、無理無理、一個だけ、ここなんか1個だけ、例えばこんなのがあって。じゃあ、ベンボーリオにご注目です。おー、だそうです。皆さんだそうそうです。え、そういうこと。なんかこうおすすめ、推し、推し、僕は、推し、あの、はい、どうしよう、推しはもうこれベンボーリオにご注目。あ、じゃあ、うわ、どっちにしよう。どっち、どっち、どっち、どっち。じゃあ、両家の夫人にご注目。ああ、いいね。両家の夫人。いい。ほう。すごくいい。ね。すごくいい。すごくいいです。わかりました。ちょっと気になる、ね、あのおすすめの、はい、もうこれも名前が出てきたんで。ぜひ楽しみにしていただきたい。楽しみに。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に視聴者さんへのメッセージをお願いします。はい、はい、クイーンチームジュリエット役を演じさせていただきます、さやです。今回真実の愛、究極の愛っていうのをテーマに、はい、舞台を演じさせていただくんですけど、本当に愛とはってね、考えた時に、なんか、その恋愛だけの愛じゃなくって、友達だったり家族だったり、友情言ったね、友達だったり家族だったり、例えば物とか、その動物とか、何に対してでもこう愛が必要っていうことを改めて稽古の中で、私自身感じましたし、このね、今コロナがあって、なんか人と この関わりが少なくなってる今だけど、こう生きていく上で必ず必要な愛っていうものをこう見てくださる方に、何か一つでもね、はい、うん、なんかん持って帰っていただけたらなと、うん、思います、うん、はい、300年後の世界で繰り広げられるロミオとジュリエットの世界観を楽しみにしていてください。ありがとうございました。はい、改めまして、見てくださった皆さんありがとうございます。ですね、本当にあの愛ですよ、愛ですよ、はい、愛なので、まあ、そんなね、こう簡単に一言で言い表せるようなものでもないと思いますし、こうまだまだ一生かかって本当にこう分かっていくようなものなのかなっていうのはすごい、まあ、今回の舞台をやりながらもすごい感じさせていただいているので、なんか自分がこういろんな人からだったりとか、いろんなものからもらってる愛っていうのをこう少しでもこの舞台を通してですね、こう還元していけるような、本当に見てくださった皆さんがその愛っていうのを少しでも考えるきっかけとかになったら嬉しいですし、まあ、本当に心が温まるような、ね、はい、そんな作品になっているかなと思いますので、舞台精一杯舞台上から皆さんに愛をお届けしたいなと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のインタビューはクイーンでした。クイーンの公演は
11月27日金曜日13時からと11月28日土曜日18時からです。皆さんぜひお越しください。時は2320年 AI の発展はとどまることを知らなかった。世界には3つの国が存在した。人間が暮らし AI の存在を否定するモンタギュー国、 AI により構成されるキャピレット国、人間と AI の共存を目指すベローナ国。モンタギュー国とキャピレット国の争いは静まる気配はなかった。そんな中、人間でありモンタギュー国のロミオと感情を持つ AI でキャピレット国のジュリエットは恋をした。人間と AI の結婚は許されていなかったが、ロミオとジュリエットは AI 開発者のロレンス博士のもとへ密かに結婚をして愛を誓う。両国との争いの中でロミオはキャピレット国のティボルトを破壊してしまい、モンタギュー国、キャピレット国、ベローナ国の3国の近辺から追放されることとなった。離れ離れになったロミオとジュリエット、その裏でジュリエットは両親によりアリスとの結婚の準備が進められていた。ジュリエットはロレンス博士の指示のもと緊急停止状態という危険な方法を選び、アリスとの結婚から逃れロミオの愛を確かめようとする。そして決して結ばれることは許されない。人間と AI の愛は共存は許されるのか。